ジェームズ・ジョセフト・トレーバーはアメリカ合衆国オハイオ州出身の元プロ野球選手。オクラホマ州立大学では野球の他にアメリカンフットボールでもクォーターバックとして活躍。1982年の MLB ドラフト21巡目でボルチモア・オリオールズに指名され契約。1984年9月21日にメジャーデビュー。オリオールズでのニックネームはザワマー。 トレーバーの守備位置は一類種であり、オリオールズには、同位置には、エディマレーが不動のレギュラーであったため、トレーバーはレギュラーを獲得できなかった。1990年に近鉄バファローズに入団し、来日。同年は打率30。303、24本類が92打点と存在感を示した。翌1991年は、オールスターゲームに出場。 同年は打率こそ、272と落ちたが29本塁打を放ち、92打点で打点王を獲得し、ベストナインとゴールデングラブ賞に選ばれた。しかし、翌年の年俸で100万ドルを要求するトレーバー側と70万ドルを提示する近鉄球団側との交渉が決立し、同年限りで対談となった。1993年は、 メキシカンリーグのモンテレー・ーサルタンズで1年間プレー引退後は DJ をしていたようで、1995年4月19日に起こったオクラホマシティでのオクラホマシティ、連邦政府ビル爆破事件の際には、現場近くの放送局に合わせ、日本のスポーツ新聞のインタビューに答え、事件の様子を伝える記事を提供していた。歌が得意で、オリオールズ時代にはしばし試合前の、 アメリカ合衆国国家読書を担当した。来日中は自分の娘をインターナショナルスクールではなく日本の小学校に通わせていた。ビールが大好物で仲の良かった金村義明はトレーバーはビールが主食です。みんなで食事に行ってもトレーバーは瓶ビ,ビールだけと飲む。みんなが食べている間彼だけずっとビールを瓶のままラッパー飲みしてましたとコメントしている。 そのためか野球選手にしては腹はかなり出ていた方だが前日のゴールデングラブ賞の受賞やその川との乱闘劇の再盗塁の名手である大石大二郎の追走を振り切ってしまう奪取力を見せており日本での通算盗塁が13個など動きは機敏だった金村義明曰くトレーバーは金村の実家の焼肉屋の常連客だった親にも殴られたことのない,いとこの坊ちゃんだったという 試合中は、気象が荒く、口述する乱闘騒ぎのほかに、新人の野茂秀夫が初登板で、清原和弘に支給を与えてうずくまると周りに、集まった西部メンバーを執拗に挑発していた。また一塁守備では出塁した石毛弘則に話しかけて、牽制から挟んだり、外野からのバックホームを突如カットして、離類走者をアウトにする起点を聞かせたプレーもあった。 これらは体型に似合わない俊敏さがコミカルでチンプレー、コープレー等ではよく取り上げられた。2019年現在まで、トレーバーは、オクラホまで20年以上続く、スポーツラジオ DJ を務めた。5月に、脳腫瘍に倒れたが、手術が成功して回復中である。1991年5月19日に、秋田八橋球場で行われた、対ロッテオリオンズ戦で、 その川和美からの死球に激光して、その川を追いかけて乱闘騒ぎを起こした。この乱闘の際に、ロッテの監督、金田正一に顔面をスパイクで2回蹴られたことは、プロ野球人プレイ、コープレー対象で放送されたことによって有名になり、一時起動番組内で繰り返しそのシーンが放送されていた。ただし、退場させられたのはトレーバーだけであって、 金田は退場宣告されなかった。この試合後に近鉄のマネージャーからロッテのマネージャーにトレーバーが狙いに行くから気をつけてという内容の電話があって金田監督が1日ホテルから一歩も出なかったと金村がバラエティ番組で語っている。ありがとうございます。